はい、皆さんこんにちは、LINE の市原です。今日はセキュアバイデザイン、フォーセキュリ、ソーシャルデジタルアイデンティティケースオブ LINE、まあ、LINE のアカウントの話を中心にしたいと思ってるんですけども、まあ、普段あまり自分の仕事の内容をこう整理して発表する場があまりなかったんですけども、ちょっと、まあ、いろいろ成果も出てきたこともあったので今回発表させていただきます。簡単なプロフィールですけども、90年代後半から2000年にかけて実は私スマートカードの OS の開発を結構ずっとやってました。でコモンクレテリア取ったりとか、まあ、その OS は重機カードとかパスポートとかマイナンバーカードとか、まあ、それに使われています。でそれ以降はまあ NFC とかモバイル、ウェブ、ファイド等に携わってきています。で、まあ、メジャー MNO と書いてたんですけど NTT ドコモさんの、ガラケーからスマホに変わった時の、当時のドコモ ID でしたっけ名前は、の ID 管理、アプリとかですね、その辺の、コンサルとかをさせていただいてました。それからファイドの導入の時も、サポートさせていただいてます。でその後、LINE に入りまして LINE のアカウントのセキュリティ全般をやっています。トラスオンセーフティというチームのマネージャーも、その後やっています。で今ファイドアライアンスのボードメンバーとして、あそこに座っていらっしゃるドコモの森山さんと一緒に活動させていただいています。イントロダクションです。LINE のアカウント、まあ、日本とか台湾とか、タイとかたくさん使っていただいて、おります。日本はようやく8000万を超えた、MAU がですね、マンスリーアクティブユーザーが、8000万を超えたという数字まで来ています。で、まあ、いろんな人とつながったアカウントというのが、まあ、このソーシャルデジタルアイデンティティというものの、まあ、特徴かなというふうに思います。で、まあ、LINE のアカウントを中心にして、まあ、いろんなサービスが、ありますと。で、例えば LINE のタイムラインとか、LINE Pay とか LINE ポイントとかグローバーとか、まあ、最近 LINE チケットというサービスとかも出ています。でこの辺は、まあ、この LINE のアカウントがその単なる、なんですか、ね、ネットワークサービス上のアカウントだけじゃなくソーシャルであるということの特徴をうまく使っているサービスが多いかなと思っています。まあ、タイムラインもそうですけども LINE Pay も、まあ、個人間で、お金のやり取りをやったりとかですね、割り勘をやったりだとか、そういったことができるようになっています。で、クローバーとかも、クローバーを通じて LINE とコミュニケーションするなんかも、できるようになっています。で、LINE チケットも一応その転売防止の目的で、開発していますけども、まあ、そういった個人間でチケットを、まあ、正常な価格、金額で売買するような仕組みも、まあ、そういったソーシャルであるというところを、まあ、うまく使ってサービスを提供しています。で一方でやっぱりいろいろ考えなければいけない、まあ、我々アビューズというふうに普段呼んでいますけども、そのトラスアンセーフティの観点で気をつけなければいけないところがたくさんあります。でその中でもやはりアカウントの乗っ取りというところは一番大きな、まあ、なんですかね、コアになるところですね。そのトラスアンセーフティの一番中心になるところになります。でこの話を今日は少し、いろいろ話したいと思っています。で LINE のセキュリティの組織いろいろなファンクションがあるんですけども、その中の一番上トラスアンセーフティのファンクションとして、アカウントハイジャッキングとかその乗っ取りですねとかスパムとか、まあ、いろいろある中で、アカウント乗っ取りの話を中心に、今日はお話しします。でまあ、このチーム自体はトラスアンセーフティというチームは、去年発足したんですけども、こういった業務自体はもう結構前からやってます。2013年ぐらいに遡ると思います。で、セキュアバイデザインの話です。まあ、セキュアバイデザインって言葉自体は、まあ、最近よく耳にすると思うんですけども、ウィキペディアとかでもなんか情報がちゃんと載っていたりとかします。それから内閣府のサイバーセキュリティ戦略の中でも、セキュアバイデザインについて、書かれていたりします。で、まあ、いわゆる
デザイン工程の後の開発があってサービスを運用した後にそのイシューハンドリングとかカスタマーケアとかデータ分析とかするというのはまあ通常の企業さんでやられていると思います。でこのソーシャルデジタルアイデンティティを運営しているまあ LINE とかまあその他のアプリも含めてこのセキュアバイデザインがどうなるのかといったところをまあ何ですかね、業務から振り返ってちょっとこうジェネラライズしてみたっていうのが今日の発表になります。でこれもまあうちの LINE のチームでやっていることを、まあプロセスで書くとこんな感じかなと思っています。いろんなリクワイメントとか、サイドエフェクトとかを考えながら、まあ、いろんなアウトプットを出していくと。で今日一番右上のですね、アカウントハイジャッキングとかあとあれサドゥンですっていう問題ですね、それからアカウントリカバリーの問題等を中心にピックアップして話をしたいと思います。ちょっと全部話をすると本当に膨大な話になってしまうので、絞っていきたいなと思っています。で右側の方にアウトプットを書いてあります。で特にアカウントモデルもそうですけど、アカウントライフサイクルというのは非常に重要な設計項目になると思っています。でセキュリティと UX の種で主なこの3つですねについて説明します。1つ目です。これはまあ、最近、まあ、去年の夏ぐらいまで結構起きていた、乗っ取りの事例になります。でどういうケースかというと、まあ、鈴木さんと名乗る、まあ、これ田中さんの友達に見えてる人が話しかけてきて、まあ、電話番号教えてと言われて教えて、4桁のピンコード送られてきたからそれを教えてって言われて、まあ、教えてしまうと、その電話番号と SMS 認証を使って、このアビューザーは、新しいアカウントを作るんですね。田中っていう同じ名前の同じプロフィールを使って、でそうすると、まあ、電話番号に紐づいている友達が、まあ、LINE の場合には自動的に、友達追加の候補に出てくるので、それはまあオプションなんですけども、そういうユーザーの場合には友達がパッと増えるので、そういった友達に今度はまた話しかけていって、なんか Amazon の商品券買ってきてくれとか、まあ、そういった、スキャミングのようなことをします。で、まあ、その時点で、その田中さんは初めて気づいて急にアカウントが使えなくなるという状況になります。これが一番、まあ、LINE の中で一番横行していた、最近横行していた、アカウント乗っ取りの事例になります。でサドゥンデスという問題は実は1個前の画面でもあったんですけども、LINE というのはアカウント1つに対して電話番号1つしか紐づかないという設計になっています。で、まあ、ある人が、まあ、123456789という電話番号をLINE に登録した後に実はその SIM を、まあ、手放していったけども、まだそのアカウントを使っているという人がいるとして、でも、まあ、SIM って何ヶ月かすると出回って、別の人が買ったりすること、同じ番号を買うことがありますね。でその番号をたまたま入手して、アカウント登録するとその前の人は電話番号を更新していないので急に、まあ、使えなくなるという状況が起きます。これ、まあ、ちょっと日本語はこういう言い方しないんですけども、ちょっと英語にした時にサドゥンデスという言葉を今回作りました。まあ、この、下に豊さんと書いてますけど、この豊さんにとっては、自分がなんでこういう状況になったのかわからないまま急に画面が死んだ画面になってしまうというのが 今の状況になっています。もちろんその技術的にはこれをリカバリーする方法というのはあるのは分かっているんですけども、まあ、いろんな制約の中で、まだ そういった実装は LINE の中ではできていないというのが現状です。はい、それからアカウントリカバリーという問題です。これは身近な問題でもあると思いますけど、まあ、パスワード忘れとか端末なくした時とかいろいろあります。この問題は結構奥が深くてですね、もう本当にこれだけで一つのテーマになると思うんですけども、ファイドの中でも、アカウントリカバリーのホワイトペーパーを出したりとかというぐらい非常に、まあ、奥の深い考察しなければいけないことはたくさんある問題になります。で主にこの3つに対する、
取り組みですねの話がこの後続いていきます。でいろんなアプリの比較を、比較というんですかね、分析をしてみましたと、分析というか比較というかカテゴライズですかね。でいわゆるウェブアプリと LINE とかのモバイルアプリの違いをちょっとモデルっぽく書いてみたものです。Facebook とか Twitter というのは基本的にメールとパスワードがあればアカウント1個作れるというのがモデルの基本になります。それからアカウント1つに対してログイン状態である、アプリというのは、何ですかね、0個でもいいんですね。別にどこにログインしていない状態でもアカウントは生きているという状態になります。でこの場合はさっきのサドンデスという問題は起きないんですけども、アカウントリカバリーの問題はありますという状況ですね。で一方モバイルアプリの場合は、一般的にそのここに書いてある WeChat とか WhatsApp とかもそうですし、他のアプリも大体そうですけども、電話番号とパスワードで紐づいているアカウントというのがほとんどになります。 LINE もそうです。でこの場合やっぱりそのサドンデスの問題が、どうしても起きてしまうと。でそれはこの、アカウント と、モバイルアプリが1対1になっているというここの部分ですね、これが結構効いてくる問題になります。ご経験だと思いますけども、 LINE の中でログインをするという行為はほとんど多分ないと思います。 LINE ログインという、オープンディコネクトを使った時の、ログインの時にパスワードも求められることはありますけども、 LINE を使っている時のパスワードっていうのは基本的にはないですね。機種変更した時ぐらいだと思います。それで、じゃあこういったモバイルアプリとウェブアプリが登録をするときと認証するときにどういった、メソッドを提供しているかというものをちょっとこう、バラしてみたんですね。でウェブ系というのはやっぱりこういうメールパスワードとかを使って登録してメールパスワードでログインするというモデルなので、非常に、パスワードリスト攻撃もそうですし、ハイジャックされやすい、状況になっています。もちろん彼らもよく分かっていて、2ファクターオーセンティケーションのようなものを提供したり、オプションですけどもね、提供したりしています。一方モバイルアプリの場合はやっぱり電話番号ベースで、アカウントを作るというのが主流です。で LINE の場合は、メールも登録するということも、もちろんあるんですけども、WhatsApp とか WeChat の場合には、電話番号とパスワードがあれば一応できる、アカウントは作れるということになります。で WhatsApp の場合はパスワードは登録しなくても、いきなり電話番号認証したらアカウントが作れる状態になります。で、この辺は状況によってはサドンデス問題が必ず起きる状況になります。で一方 LINE は、リスクベースの、2ファクターオーセンティケーションを導入しています。これはどういうことかというと、非常にメジャーなアカウント乗っ取りのケースが起きるようなユースケースの場合には、アカウント引き継ぎスイッチというのがあったり、前の電話番号も変わって機種が変わるというときは前の電話番号に SMS 認証を送ること、コードを送るということができるとか、そういった2ファクターオーセンティケーションを提供したりしています。あとは別にデスクトップ版のアプリのログインというのもやっぱり各アプリがでありまして、ほとんどのケースがやっぱりアウトバンドの使い方で認証させています。この辺は結構強力なので、ハイジャックはそんなに容易にはできないようになっていますね、この辺は。なので、大体アカウント乗っ取りが起きているのはプライマリーと、我々はプライマリーと呼んでますけども、モバイルアプリのバージョンになります。でじゃあ、セキュアバイデザインで我々がどう解決していったのかという話です。フォーメーションの話なんですけども、このアカウント乗っ取りとか、スパムもそうですけども、そういったアビューズに対する対策というのはこういったその5つのチームで、大体2週間に1遍レギュラーミーティングをして、常にその最新の仕様とか最新のイシューとかを共有して次のアクションプランを決めたりする会議を、やっています。なのでセキュリティだけでこういった問題に取り組むことはしていないというのが LINE の中の現状です。カスタマーケアとの連携も非常によくやっています。プランニングチームはもちろんですけども、それから、ここからがアカウントモデルとライフサイクルというセキュアバイデザインの話になります。
まあ、これはこの図は先ほど示した通りですけども、 LINE の場合のアカウントモデルですね。でそれに対してここからが結構大事で、アカウントがどういう、アトリビュートを登録しているかという状態があります。これはそのメールを例えば、登録したり登録解除したり、パスワードを 変更はいいですけども、Facebook の連携を追加したりとかしなかったりとかという行為によっていろんな状態が変わります。でこの状態やっぱりちゃんと洗い出しておく必要があるというのが非常に大事なところです。でどういった契機で何が変わるのかというのも、自分の操作じゃなくても変わるケースがあるというのは、さっきの電話番号によって自分の電話番号が他の人に使われてしまうというケースですね。あのサドンデスが起きないケースというのも、まあ、あるんですね。例えば Facebook 連携をしているけども自分の電話番号を誰かに使われてしまったというときは Facebook の状態が残るので、死なないんですね。で、まあ、こういったそのサドンデスの起きる現象がどういったときに起きるのかというのをきちんと分析していきます。でこれは2011年より前の世界なんですけども、左にこのある危ない状態を書いているんですけども、2011年以前というのは追加認証はなかったので、非常にこのアカウントハイジャックが起こりやすい状態になっていました。でこれは特にその電話番号が変わって端末が変わるときなので、まあ、アビューザーがハイジャック一番しやすい状況になりますね。でその後2014年になってから4桁ピンコードというのを覚えていらっしゃる方いるかもしれませんけども、LINE に4桁のピンコードを入れてた時期があるんですね。もう今はないんですけど、日本の場合には日本それはないです。でそれはあの、ところが4桁のピンコードはみんな誕生日入れたりとかするので、やっぱりパスワードリスト攻撃のちょっとした延長で、まあ、乗っ取りがされたんですね。それがやっぱり大きな問題になってました。相変わらず大きな問題でした。その後この引き継ぎのスイッチが2016年の2月に出ました。で実はこれやっぱりかなり強力で、ここまでやってるモバイルアプリの、まあ、メッセージングアプリは多分ないと思います。まあ、これのおかげで一旦ゼロ件、あの被害ゼロ件になりました。それからここはですね、この投資の2月より前の、ケースですけども、機種変したときに最初に LINE の画面に出てくるこの1画面目をどうしようかというのをずっと、悩みがあったんですね。これ E メールとパスワードを入れるという画面なんですけども、まあ、リスト攻撃はもちろんそのディテクションすることとかもできるところもあるんですけども、ブルートフォースとかも含めて、パスワード固定のですね、ここに書いてありますけどリバースブルートフォースアタックと、まあ、呼びますけど、パスワードを固定してメールアドレスを変えていくっていうアタックですね。これに対して弱かったのがありました。でこれをなんとか変えたいということで、実は今年の2月から1画面目を電話番号認証に変えました。これによって、さっきのブルート、リバースブルートフォースアタックはまず防げるようになったというのがあります。でこの設計はユーザーにとっては非常にフレンドリーで分かりやすいんですね。実はなんですけども、アイデンティティを管理する側の立場からするとちょっとこう厄介な設計になります。まあ、これも結構時間かかったんですけども、まあ、非常に時間をかけて設計をして、今年の2月にやっとリリースできました。でこの問題はもう一つの問題を解決しています。実はそのある状態の時にサドンデスが発生するリスクは、まあ、あるんですけども復旧ができなかったんですね。でこれを今回の仕様の中でできるように変えることができました。でこれも一つの、改善ポイントになります。これもその今回ずっと話しているセキュアバイデザインの考え方に基づいて、実際に開発を始める前にこういった設計をした上で、どういった効果があるかといったところを確認しながら開発を進めるというプロセスになっています。でセキュアバイデザインのアウトプット、もうこれあの非常にちっちゃなあの絵なので、別に全部説明するつもりはなくてオーバービューなんですけども、まあ、アカウントのモデルとライフサイクルとそれからどういったユーザーインターフェースとインタラクションを、作っていくのか、まあ、この上のモデルがちゃんとないと下の作業は取り掛かると非常に手戻りがあるので、あの上の作業をしっかりやるというのが非常に大事になります。でその上で、まあ、エンロールメントとか認証とかフェデレーションの話は大体要件として決まっているので、それに基づいて設計を進めていきます。
でこれがアカウント乗っ取りに関する、グラフで多分初めて世に出す数字ですけども、これ内部のデータなんですけども、ここの一番左が2016年2月でいわゆるこの引き継ぎのスイッチを出した時ですね。これまで非常にこう数字高かったんですけども、ここでやっとゼロになりました。ところがここから先ですね、また増え始めたんですね。でこれはもう仕様としての脆弱性をついているのではなくて、でさっき私が説明した乗っ取りの方法、ソーシャルエンジニアリング的な乗っ取りの方法が徐々に増えてきました。でこれは、もうセキュアバデザインとかその実装のレベルで回避できる問題ってなくなってしまったんですね。まあいろんな注意喚起をしたりとかというのをやったんですけど、キャンペーンをやったりとかですね、で最終的にこの辺はうちのデータ分析とマシンラーニングのチームがかなり、もう毎月のように新しいブロックルールを導入していくっていうのを繰り返していって、去年の8月ぐらいに、最後の結構一撃みたいなかなり強力なものを、導入したところ、それ以来、姿を見せなくなったという状況です。で今はおかげさまでゼロ件になっています。セキュアバイデザインも非常に重要なんですけども、このデータ分析を、組み合わせでやはり対策していくというのは、経験的にもかなり今回は、学んだところかなというふうに、思います。これは比較表なんですけども、ちょっと上はぼやかさせてもらっています。すいません、いろいろ大人の配慮が入ってます。これはですね、左側の青いところは UX に対する評価と、それからセキュリティ、いろんなそのトラストセーフティ的なリスクに対する評価に対する、グッドとバッドを書いています。で非常にサマリー的に言うと、結構 LINE の引き継ぎ端末引き継ぎの UX って非常に評判が悪いっていうのはよく分かってます。私ももう本当胸が痛いんですけども、でそれはの、理由の一つはやっぱりこの辺のセキュリティをかなり強力にしているところがあります。いろんな機能要件がこの他の B 社とか C 社さんとは違うので、一概にその、比較はできないんですけども、やはりその UX を重視するのか セキュリティを重視するのかっていうところで、この乗っ取りに関してはセキュリティを LINE の方では重視しているということがここから言えると思います。ちょっとこの UX をもっと良くしていくというのは本当に、これをキープしながらこれをもっと良くしていくというのは今まさに取り組まなければいけないポイントになります。それからこれはちょっと今回の話と違いますけども、あるアプリの場合はエンドトゥエンドエンクリプションしていないケースもあります。そうするとどうしてもトーク履歴の引き継ぎというのが実はその鍵管理の問題で非常に難しいんですね。E2E をエンドトゥエンドのエンクリプションしていると、その鍵をどう引き継ぐか管理するかの問題って非常に難しくて、それも原因で、その一つの原因としてトーク履歴の、引き継ぎの UX のいうのも LINE はあまりこう評判がよろしくないというのがあります、現状としてですね。これは非常にいいというのは裏返して言うとプライバシー的にはちょっとやばいというのは、あると思っています。サマリーに行きます。LINE はセキュアデザインを使ってきましたけども、あとはデータ分析、マシンラーニングを使って、今お話したセキュリティと UX の、バランスをうまく考えながら、改善を進めてきています。で今はこんなような状態で、これまでいろいろ紆余曲折ありました。はい、それから特に今お話した通り、機種変更の時の乗っ取り対策を重視して UX を犠牲にしているところはあります。今年の4月に EKYC をすでに提供を始めました。これ日本で2番目だというふうに聞いていますけども、まさに今300億円キャンペーンやっていますけども、 EKYC もしくは KYC を使って本人確認ができた場合にはそのキャンペーンのお金をもらうことができるというふうになっていますね。はい、これは振り返りになりますけども、ここら辺のアカウントを保護するといったところを中心に他のアビューズに対しても、今まさに横展開をしているんですけども、そういったデータ分析のノウハウとかプラットフォームを他のサービスに展開するという活動をトラストセーフティチームで取り組んでいます。はい、私の発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。